道屋と呼んで、幸せの城で、幸道屋幸城と申します。よろしくお願いします。今紹介にあったみたいに埼玉県の春日部のイオンモールで、島村垣さんいつもお世話になってて、まあ今日はちょうどね休みということで、まあ、東北6県回るツアーをしてて、ちょうど今日福島でとかそういうことじゃなくてですね、ちょうど帰省で帰っておりまして、私埼玉県から来てますけども、実家が本宮なんです。高校時代ね、新生堂さんはあったけど、島村垣さんなかったから、なかなかそういうバンド活動とかしてなかったんですけど、30過ぎて、まあでもここ1年ぐらいですけど、やっとやりだして、初めてです、このふるさと郡山でこうやって人前で弾かせていただく、非常に感謝しております。ありがとうございます、島村垣さん。で、まあ大した曲できないんですけど、まあオリジナル曲です。まず1曲目聴いてください。ちょっと若い人ばっかりで、この良さがやっていいのかなと思います。じゃあ1曲目聴いてください。オリジナル曲、ゲルニカという曲です。
当に今日なんか若い人多いですね。多分私の半分ぐらいの年齢ですかね。高校生の人はいますか？あ、大学生の人。高校生ですか？軍校生の人はいないか。みんな羨ましいな。私も高校生の頃ね、バンドやりたいなと思ってましたけど、全然できずにね。今、まあ、先ほどのお話じゃないですか、30過ぎてこうやってやってますけど、本当に先ほどの皆さんのプレーとか見ててもすごいなと思ってます。でもね、まあ、この年になって、じゃあ、今の半分の年齢で戻りたいかっていうと、そうでもないんですよね。その年代、その年代っていうのを一生懸命生きてると、実は今がいいなって、その先どんなになるんだろう、結構ね、ワクワクしていくものなんです。そんなことをですね、思って、まあ、がむしゃらに生きていったらいいことあるのかなと思って書いた曲、がむしゃらという曲、聴いてください。